期待すること、はい、もうメダルです準決勝は突破してほしいです、うん、突破しますって言いたいですね、うん、このメンバーで完全な伸びしろですね伸びてくれるはずだっていうところで選んでます彼自身がもう考えててる景色は違うううと思んんですよねい、うん、い余地もなく選んだっていう、うん、じゃあ次は J1 の中でも何ができるかあの違いを見せれる選手になれるかどうかが次のステップかなってオバーエイジで。 あんだけはワールドカップで点取れるゴールに貪欲な選手はやっぱ置いときたいなっていう。皆さんこんにちは、フリーアナウンサーのシンボリホです。今回は元日本代表ミッドフィールダーの橋本秀雄さんをお招きしまして、パリオリンピックと2026年ワールドカップにおける日本代表の理想陣容を独自選出していただきます。 橋本さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい。もう選出してみていかがでしたか。いや、難しかったです。難しいです。まあこれから伸びていく選手を入れないといけないっていうところもあったんで、正直完全に見切ってる選手でもないのも入れさせてもらってます。うん、楽しみにしています。はい、では早速なんですが、パリオリンピックのお話から伺っていかせていただきます。 あの大岩監督率いるアンダー2 1代表は2024年夏の本戦に向けて2022年3月に立ち上がりましたがまあこれまでの戦いを見てきていやっぱりメンバーとしてはこうずっとアンダーの世代から期待されている選手とあとは J リーグで出ている選手というところがちょっとずつこう入り出しているのでこれからまだまだ伸びていくんだろうなと思っていますね。どちらかというと僕 その代表の活動が中心というよりは普段の J リーグだったり海外で活躍している選手のその普段の日常の方が大事じゃないかなっってて僕はは思います積み重ねに、はい、ありがとうございますオリンピックの登録メンバーは2016年大会まで18人でしたがコロナ禍の影響で2021年の東京オリンピックでは22人に拡大されました。 まあですのでパリオリンピックも,もうそれを踏まえて選出される可能性が高いということなのでまあ今回は橋本さんにも22人選出していただいていますではそのメンバーがこちらですゴールキーパーは鈴木財イ国ン、レオブライアン、佐々木雅人ディフェンダーは右サイドバックに半田陸センターバックは富安武洋、チェイス・アンリ、西尾龍也、木村誠二、鈴木海斗 そして左サイドバックに中野真也、畑大我、続いてミッドフィルダーは山本力人川崎壮太、久保武房藤田ジョエル千マ松木玖生、中井卓浩、最後にフォワードは右に堂安律、センターに福田紫陽、鈴木唯と、左は三笘薫、荒木亮太郎、以上22選手です。 では橋本さん、はい、まず全体的な選考基準を教えていただけますかはいもう完全な伸びしろですね伸びしろはい現状で選んでる選手も、はい、まあちょっとここで見たら、うん、オーバーエイジのところとかは現状のところがちょっと入っていると思うんですけど、うんはい、それ以外のメンバーは伸びしろ伸びてくれるはずだっていうところで選んでます、うん、期待を込めて期待を込めてますねでシステムは433、はい四三三。はで、い、す よろしかったですか、はい、まあフォーメーションは実際試合始まったらどんどん変わっていくんじゃないかなと思ってるんで、うん、変えれるようなメンバーも入れてるつもりです442に変わってもすぐいけるし、うん、まあ3バックに変えることも僕はできるんじゃないかなって思ってるところもありますね。柔軟に変えられる選選手の皆んでます選ん、はいはい、ではそれでは、はい、ポジション別に見ていきましょう、はい、まずゴールキーパーです。はい 橋本さんが選出したのはこちらの3人の人選手ですね、はいまあ、理由としてももうやっぱアンダーの頃からっていうところが一番大きいのと、はい、まあ鈴木選手はねずっと期待されてると思うんですよ。うん、で下の2人でまあ佐々木選手は試合に出てる、うん、で、まあ、ちょっと海外出ている、まあ、下のカテゴリーかもしれないですけど出てる、はい、だから期待されてるけどちょっと出続けてないんで、うん、この辺りは。 もしかしたら、入れ替わる一番手が入れ替わり出したりとか。うん、っていうのはするんじゃないかなって、だいい競争になるんじゃないかなと思うんですよ。ただまあ、今までの過去実績が。ある程度こうアンダー世代から来ている部分で、選出としてはしてます。うん、結構今シーズンの、まあ試合での状況によって変わってくる、はい。変わってくるんじゃないかなと思いますね。本当、うん、これ以外にもい、いいるかもしれないですけど、まあ現時点はやっぱり、この三人かなって。 思ってますね。はい。では続いてリェンダーに、はい、参ります。はい。右サイドバックからなんですか。すはい。ハサンダ選手よろしかったでしょうか。はい。あのー、今までは山形で下のカテゴリーでやったと思うんですよ。はい、今年からガンマであの J1 に挑戦するっていうことで、うん、成長率が間違いなく変わると思うんですよね。うん、で、まあ変な話 J2 でもここの世代で選ばれてずっと出てるっていう選手なんで、うん、ここからその環境が変わって。 より伸びていくもしかしたら今年中にポンポンっていったら海外行っちゃうかもしれない<ー>っていうぐらい僕は期待しているところもあるんで、うん、まあそういう意味では、まあ、今一人にはなってるんですけど富、まあ、安選手もできるしっていうところだったり、はい、3枚になってウイングバックっていうこともできるっていうことでお貸しててもらってます、うん、では続いてセンターバックのい、はい。センターバックのところはまあ昔から選ばれている選手っていうところがまあこの。 中心にはなってるんですけどその中にまあ冨安選手がいることで、まあ、右に置いてますけどこう左に移ることも全然できますし先ほど言ったように右サイドバックに行くこともできるし真ん中入って3枚にすることもできるしっていう状態である程度こうやってきた年代なぜ置いてるかっていうとコンビネーションがやっぱセンターバック大事ですし大崩れしないためにもこの4人を選んでいるところがあります。 宮野選手はオーバーエイジで、今回選出されたということですね。はい、はい、そうですね。あのまあ経験もしてますし、あとは今海外で間違いなく成功している選手ですし、そこら辺は対あの外国人との試合ということを考えると、うん、まあ中心になってくると思ってます。うん、若手のまあチェイスアンリ選手は、はいまあ、今も海外で挑戦しているんですけど。 あの日本の良さで言ったら日本って技術的な面は結構向上すすると思うんですよね、はい、でそこは海外はもしかしたら向上のペースは違うかもしれないですけど、うん、対外国人で戦うという時には力を発揮するんじゃないかなって、うん、まあそこの成長はすごい期待してますね。うん、この木木村選手そして鈴木選手手鈴は、はいはいまあ、国内で今不動のレギュラーっていうところまではもしかしたら行ってないかもしれないんですけど。はい 今年来年のところで、そこで1個ステップアップできると状況が変わるんじゃないかなと思って。うん、まあこう本当に今こう縦に並んでますけど。はい、まあ西尾選手はね。今試合出てるんで、はい、こう？こっちにこうどちらかが回ってくるっていう可能性も全然あるんじゃないかなっていうのを思ってますね。で、本当富谷選手がこっちの2人がダメだったらこっち行くかもしれないし、はい、こっちが2人がいいってなったらこのままどっちかが出て、こっちがサブになるっていう可能性もあるし、うん、結構競争は？ 厳しい競争はここにはあるんじゃないかな。センターバック、はいうん、では左サイドバックの選手はいかがですか、はい。はい。まあ中野選手はね、もう今トスで3バックで左出たり、まあサイドバックだったりウイングバックだったり、まあいろんなポジションをやりながらも J1、うん、で本当早い段階から通用している選手だと思ってますね。はいうん、で、まあ、あとは選手もそういう意味では、はい、あのやっぱ推進力あったり、うん、頑張れるプレーというところは僕ちょっと期待して。 置いているので、まああの湘南で山本聡さんがあの監督になって、うん、その中でもっと成長させてくれるんじゃないかなっていう、うん、そこの期待値も込めて置いてます。では中盤になります。はい、アンカーの、はい、山本選手からお願いいたします。はい。は、まあベルギーで僕ちょろっと一緒にやってたこともあるんで、はい、まあその中で体格もしっかりしてますし、うん、まあアンカーで砂漠けるまあ左利きなんですけど砂くっていうのも得意ですし、はい、今回やっぱり去年の ガンマに移籍して最初ちょっと怪我した状態で行ったんで、はい、そんなに試合は出なかったんですけど、はい、今年から中心で出れるところまで上がっていけば、うん、オリンピックは見えてくるんじゃないかなって思ってて、うん、期待を込めて選んでます、うんうん、どういった武器をでも前線に入れるくさびのパスが得意なのと、うん、ある程度こ,うこっちの前目のポジションもできなくもないんですよ。 なので全体的にこの今まあ三角形を作ってるんですけどそういうところで言うとあの関わりがポジションチェンジもできるような選手を置いてるっていうところですかね。じゃあ柔軟に柔軟にできると思います。まあ、それはちょっと前目の藤田選手とかもそうなんですけど、はい、そういうところでは川崎選手。はい はやっぱもう超監督ですごい今鍛えられてるはずなんですよね。うんうん、で実際不動に試合にも出てますし、J1、うん、でそこの苦しい中、特に残留争いとか苦しい中でも出続けて戦い続けてるメンタリティは、はい、最終的にこう伸びたときにオリンピックとかで上に上がっていくときにすごい大事じゃないかなって思ってるんですよね。だこう成長株でちゃんと成長していくっていうところで選びました。勝負強い勝負強さはまだ僕そんなに。 かなと思ってます。うん、ここから勝負強くなってきたら、サンガ自体も。順位を上げていくような選手になってほしいなって。いうのもあって、選びました。うん、伸びしろで,、ね、です。伸びしろです。ありがとうございます。はい。では、インサイドハーフの。右から、いきます。はい、久保選手からお願いします。はい、あ、もう、皆さん、も分かっている話なんで、<laughs> で、まだ。いける年代っていうところで。<laughs> はい、でも。彼自身が、フォーカスしているところが。うん、そのオリンピックで、やっぱり。メダルを取りたいとか。 あとはもう個人的にはもっと上のカテゴリーというか、上のチームで。うん、まあチャンピオンズリーグでとか、もう考えている景色は違うと思うんですよね。うん、なので、まあ疑い余地もなく、選んだっていう感じですね。うん、<laughs> はい。そして藤田選手。はい、藤田選手はもう、この年代では、やっぱレギュラーになってますし、マリノスでも。レギュラーとして活躍してるんで、まあ伸びる条件はもう完全に揃ってるんですよね。うん、で、今ちょっと上がり目を置いているのは、ここの入れ替わりが、ここが。 ユースで一緒にやってるっていうところもあるんで、はい、その関係チームはやっぱ大きいと思うんですよね。うん、以前の海外遠征でも、はい、キャプテンマーク毎年プレーしてましたよね、はいはい。そうですね。もうそういう中心にはもうなってる選手で、うん、で中心選手の中で成長が止まる選手も結構いるんですよね。この年代って。はい、でもその中でもやっぱマリノスっていう優勝してるチームで出てるっていう状態は成長が下がることはないんじゃないかなって思ってます。で、うんうん、は左の方に移ります。はい、松木選手からお願いします。松木選手も一年目から。 レギュラーとして活躍してまあ、フィジカル的な要素がすごい高いと思うんですよね。うん、で、そこの部分であの j1 でも通用してた。じゃあ、次は j1 の中でも何ができるか、あの違いを見せれる選手になれるかどうかが次のステップかなって思ってますね。だから、この年代ではレギュラーで出れるんじゃないかなと思うんですけど、うん、まだ僕は j1 の普通の選手になったぐらいで。はい 次は、あ,あ、こいつはちょっと違うなっていうぐらいのランクの選手になってもらいたいと思って選んでます。どういったところを磨いてほしいとか。あ,あ、もう決定的な、はい、特に今これ中盤なんですけど。はい、中盤の守備とかは、もう体の強さとかを生かして、強度は持ってるんですよ。うん、次はやっぱ、点を取るところとか、うん、アシストするところとか。うん、そういうところにもうちょっと増えてくると、もっと、あの、グレードが上がった選手になるんじゃないかなと思ってます。 もう僕ねそんなにプレー見たことないですよ申し訳ないですけど、はい、ただ期待値だったりやってる環境で成長度合いもしっかりこうステップアップをし続けてるっていうところがあるんで、うん、まあそのままレアルでそのまま上がっていくのかわからないですけど、はいはい、でもそこからこう近隣のチームにレンタルだったとしても、うん、その一部リーグで活躍できるところまで行ってしまえば、はい、他の選手の中でもだいぶ上のランクの選手になるんじゃないかなって。 思っているので選ばせてもらっています。ぜひプレーを見てみたいですよね。見たいです。なかなかこう映像でこういっぱい仕入れれる環境ではないので、はい。これからそういうのがもっと見れるようになったら嬉しいなって思っているので、はい。では最後にフォワードに、はい、参ります。右のウィングから、はい、堂安選手。オーバーエイジでちょっと選ばせてもらいました。はい、あの。 特に前線っていうのはなんか守備の強度とかってすごい言われてるんですけど、うん、最終やっぱ点取ってほしいなと思ったら、うん、あんだけやっぱワールドカップで点取れる、ねはい、ゴールに貪欲な選手はやっぱ置いときたいなっていう、うん、ところがあるんで堂安選手をまあ今1枚だけなんですけど変な話久保選手もこっち行きますし、うん、鈴木選手もこっちに来るんで、はい、1>, 1枚でいいなっていう、うん、ところですね。 左に移ります。はい。三苫選手。はい。もうワールドカップであれだけ出して、で今の活躍だったり、まだ成長してるんで、うん、その成長をまあみんなリスペクトするはずなんで、はい、あの選出させてもらいました。もう何ができるかって言ったらもいろんなことできちゃう。今,は <laughs> 今も本当に乗りに乗っていますよね。はい、はい。だからもう2年後とかその先を見ても間違いなく。うん いいいるると思思まま,まままますすこのは成長し続けって荒木選手は今ちょっとここに置かしてもらってるんですけど中盤のこっちのインサイドハーフもできるし、うん、あとフォーメーションが変わった時に中央とかいろんなポジションのちょっと申し訳ないんですけどサブ的な要素で僕いろんなところをハイレベルにできるんじゃないかなと思ってて。うん 前のところのポジションを助ける意味でちょっと選手させてもらっているのと、うん、まあカシマントラーズっていうクラブのスタイルだったり、あの若手がこう順調に成長していくチームだと思ってるんですよね。うん、まあその中でしっかり試合に絡んでいけば、こういうところには入ってくると思ってます。うん、ではセンターフォワードはい福田選手はいはもうこれ完全期待値で期待値で、はいやっぱ海外に行ってもうダイレクトで行って、はい、でその中でも すごいトップオブトップのクラブに行ってないっていうのが僕はちょっといいんじゃないかなと思ってて、うん、あのバイエル・ミュンヘンに行くとかうん、うん、チェルシーに行くとかの若手で入るんじゃなくてちゃんとした、まあ、ドイツですけどブンデスに行って、うん、そこから上がっていくっていう意味では順調にに成長でできるる環境に行っっったんんじゃなないかてて思ってるんですよねまあ今シーズン試合に、はい、まあ出れるかっていうのも。 そうですねですまあ試合がそのトップで出たらもう一気に加速すると思いますし、うん、出なかったとしても先々見ていったら1年後とか見ていくと、うん、絡んんでるんじゃなないかなと思って選びました鈴木選手も先ほどちょっとお伝えしたようにここを中央もですけどこっちでやっぱドリブルもできる選手なんでそういう意味ではあのポジションがまだ定まってない感覚もあるんですよね。 で今回、まあ、フランスに行ってどうなるかっていうところもありますしフランスでフィジカルがすごい重視されたところでそういう駆け引きとかそういうのがうまくできるようになると、まあ、中央でもいけるし右サイドのまあ伊東純也選手みたいなプレーもできるようになるかもしれませんしこれから本当どういうスタイルになっていくかは本当楽しみなんですけどでもこの世代の中心にはなると思ってます。 ありがとうございます。はい、今回選出していただいたわけなんですが、はい、他に何か悩んだ選手とかいらっしゃいましたか、はい、あの小田選手とかビッセルから今回スコットランドリーグですかねうん、うん、に移籍した、はい、あの小田選手もビッセルでの試合を僕いろいろ見ているところもあったんで、はい、やっっぱドリブルがすすごかったんですよ。お<ー>もう本当独特ですしサイズもあるしスピードもあるし、はい、いいなと思ったんですけどここに。 強敵がちょっといるんで <laughs> ちょっとそこと比べると成長してももうこっちも成長しちゃうんで、はい、厳しいなっていうところでいちょっと難しいかなっていうところでちちょっと外ししゃいいましたねあとはサイドバックでバンクーナ選手ですかね、はい、もうちょっと入れようかなどうしようかなっていうところで僕はあのー、山口聡さ,さんがここの畑選手を成長させるんじゃないかな そこに期待して、ちょっとそこが FC 東京なんで、まあクラブの規模だったり、はい、まあ財力というかお金的な問題とかで言ったら全然上だと思うんですけど、はい、成長させてもらえる環境で言ったら上じゃないかという期待値で選ばせてもらいました。改めて橋本さん、今回お話ありがとうございました、はい。はい、ありがとうございました。では最後にパ、はい、リオリンピックの日本代表に期待することをお願いいたします。期待すること、はい、もうメダルです。 はい、もう今まではね3位の準決勝でどうなるみたいな話になってるんですけど、はい、準決勝は突破して欲ししてていいでですすっ、うん、その,後のあの銅メダルを争った試合ばっかり今話になってるんですけど、はい、準決勝を突破するためには、まあ、人数も増えてるんで、うん、ある程度ローテーションもできるんじゃないかなってもうほんと差がそんなにない選手が多いと思うんで、うん、そういう意味では突破してほしいなと。うん、突破しますって はい、言いたいですねこのメンバーで。はい、うん。またワールドカップにもつながってきますよね。つながりますね。うん、まそのオリンピックで試合あるその試合がもう成長度合いを一気にまた上げてくれるんで、はい、まそれはもう期待値通りそこで成長してくれて、うん、ワールドカップに繋がってくると思います、はいはい。ありがとうございます。パリオリンピックの日本代表メンバー今から楽しみですね。視聴者の皆さんからもコメント欄などでご意見ご感想お待ちしております。 橋本さんには2026年ワールドカップに向けた日本代表の理想陣容もお話しいただきますのでその動画もぜひご覧ください。ではままたお会いしましょう。